そう、このハンターはまだ何か隠してるよ。もっと事情聴取すればいろいろ出てくるよ。もうじき夜になる。本格的な取り調べは明日行えばいい。うーわ、もう今日中にやっとけって。やることやっといた方がいいって。ハンターがもしかしたら自殺するかもしんないじゃん、言いたくなさすぎて。そんなことあるかわかんないけど。それまで容疑者のハンターは部屋に鉄格子と手錠で監禁させてもらう。ああ、なるほどね。ああ、そしたら確かに自殺とかできないわ。鉄格子で監禁するなら手錠までする必要はないだろ。7号室の壁には穴が開いている。他の客の安全のためには手錠が必要なんですよ。なるほどね。ああ、そういうことか。オッケーオッケー。まあ、どっちにしろ、ラッキー。おい、そのハンター、大丈夫なんだろうな。ああ、心配ない。手錠もしているのだからな。うーわ、これフラグじゃね？大丈夫かな？いや、逆だ。ハンター自身が大丈夫なのかって話だ。あ？何、わけのわからんことを言っている。あ、どういうこと？推理パートが終わります。最後に何か一言ありますか？発言する。あれかな？人でじゃないわ。ムカデくん。もう人でくんでいいわ。人でくんが言ってるのは、私が心配してる、そのなんか、自殺じゃなくて、他殺されるんじゃね？ってこと？でも、鉄の扉って言ってるしな。関係ないか。まあ、発言しとくか。最後の一言を選択してね。これにて一件落着。真犯人は他にいる。事件解決したから調査料払ってね。これにてお開きとする。解散！ガメつく行く？事件解決したから調査料払ってね。依頼料なら昨日支払ったからもうダメだよ。ごめんなさい。ダメか。ガメつく行ったけど、ガメつく行ったけど認めてもらえなかったわ。それでは凶悪犯は逮捕されたということで、これにてお開きとする。一同解散！解散しました。なんでそんななんか号令みたいなのかけないと解散できないんだ、君たちは。宿泊部屋に戻りますと。いやー、とりあえずね、ハンターが犯人だということは暴けましたね。いやー、セーブしましょう。セーブして、じゃあ今日はこれで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。いやどうだろう、なんか前のパートとくっつけてるから、これも途中で切ってるかもしんないから、まあなんとも言えないですけど、なんか嫌な予感がします。ってことで、また次回バイバーイ。どう最近。どうも、ひなぴよです。お久しぶりです。1週間以上空いてしまいました。すいませんでした。ですね、ああ、間違ったよ。脱皮するゲームオーバーってどういうこと？まだ話を聞いて回りたい。ちょっと、私生活の方がバタバタしておりまして、やっと実況が取れる状態になりました。では、早速続きやっていきましょうか。前回あれだよね、木の扉を設置した犯人がハンターだっていうことが分かって、でも、そのなんだっけ、鉄格子と金の扉を設置したのは俺じゃねえよ。じゃあ他に犯人がいるんかーいみたいなところで、ハンターが拘束されて終わったみたいな感じだったよね。じゃあ早速話聞いて回ろうか。もう夜だからゆっくり寝ていってね。あー、優しいヘビ従業員くん。やばい、久しぶりすぎて今からさ、ブラックドクターが出てくるのが心配でしょうがないんだよね。もう忘れちゃったんだよ、どういう風にやってたか。もう寝る時間よ。わかった。相変わらずこの犬はブルーヨンブルーヨンってしか言わないんだ。ミミズくんか、こいつは。この旅館の凶悪犯って本当にあのハンターのことだったのか？いやー、違うでしょ。だってねえ、残り2枚の扉を設置した人が誰だかわかんないからさ、その人が多分その金の扉を設置した人が凶悪犯ってことでしょ、多分。ハンターでも黙ってたんだよね。なんだっけ、人手くんじゃなくてムカデくん。そう、最後のバルビジネスよりも稼げるビジネスを見つけたぞ。ほう、あ、200ポイント経験値そんなもらえんの、ありがとう。これは100ゴールド、ありがとうございます。最後のバルビジネスよりも稼げる何かいいビジネスがあるらしいよ。なんだろう、私もそのビジネス知りたいな。ちょっと100ゴールドせこせこ稼ぐことは、でも今 HP7 しかないのか。いや、今はいいや。何の話してたか忘れたわ。
真犯人が捕まったから今夜はぐっすり眠れそうだよ。ポイズンスネークくん。凶悪犯が捕まったからもう事件が発生することはないだろうね。あ、じゃあみんなあれか、ハンターが凶悪犯だったって思ってるんだ。私違うと思うんだけどな。おかげで容疑が晴れたよ。よかったね。すごい可愛い、いい笑顔。これ何？ミルクがある、飲みますか。レベル5以下なら経験値プラス500。あれ今レベルは？あー間違った。はい、今レベル6だからダメか。戻って、これ何？え、もう薬草やった。あー、あれ、鉄格子だ。鉄がかかってるわけじゃないの、間違った。鍵がかかっています。鉄格子を破壊するには最後のバールが必要ですと。最後のバールは持ってません。犯人がなぜヘビを殺したのか謎のままね。そうなんだよね。で、あのハンターがヘビを殺した動機、放火監禁の件もまだまだ未解明だね。そうだよね。このお客さんだけさ、いつもヘビに味方してくれるからさ、いい人なんだよね。推理で刑事に勝つなんてヘビも捨てたもんじゃないね。ありがとう。とりあえず今全部回ったかな。回れるところは回ったよね。回ったね。じゃあ寝るか。はい。あ、間違った。とりあえずセーブしとくか。はい。チェック。もう寝ますか。これどういうこと？脱皮で雲の上マップに移動することができる。あ、周回用。なるほどね。あ、じゃあ一周目だけじゃクリアできない場合ももしかしたらあるのかもしんないね。なるほど。じゃあとりあえずまあ、今はいいや。寝ます。お、HP 全回復。やったね。深夜から明け方。ほう。あれ？動かせるけど。てか、隣のお客さんの寝相どうなってんだよ。そんな寝方ある？枕の上に寝てるけど。どうしたらいいの？おー、停電！え？深夜から明け方なんだから電気ついてるわけなくない？あ、でもそっか。旅館だから廊下の電気はついてんのかな。停電だ！またか？ゴーゴー！グギャー！え、なに？誰の声？また事件か？7号室の方から聞こえたよ。なるほど。電気がついたよ。うん。あ、じゃあ向かおうか、とりあえず。はい。はい。あれ？ちょ、進ませて。進まない。あ、ちょっと、あれ？当選簿されてる。どう最近？こんな時でもどう最近って言うんだ。てか、左上なんか真っ黒焦げになってない？どうなってんだ？叫び声が聞こえたけど出遅れたよ。そうだね。このどう最近ヘビだけさ、なんかみんないつもこう撮ってる貧乏ゆすりみたいな動きしてないんだよな、こいつだけ。こっちから行けばいいのね。はい、行きまーす。で、はい、うえ、びっくりしたー。なに？死んでるのか。ヤムちゃんみたいになってる。中に入れないから確認できないわね。だが真犯人はそのハンターだったはずだろ。これが殺人だとしたら、凶悪犯が他にも存在したってことか。また事件かね。悲鳴が聞こえたよ。7号室からだよ。今鍵を開ける。はあ、え、あ、鍵があれば開けられるけど、まあ、鉄格子だから鍵を持ってた人はこのケージ以外にいなかった。うん、なるほど。誰か怪しい人物を目撃した者はいないかね。停電になってたからな。その隙に逃げられたのかな。そもそもなんで停電になるのさ。夜中だから消費電力も少ないはず。ブレーカーの落ちる要因がないわ。確かにね。犯人が意図的にブレーカーを落としたに違いないよ。ブラックドクター、そのまま喋らないでくれ、頼む。あ、喋った。被害者の呼吸が完全に停止している。手遅れのようですね。こんな感じだったっけ。至急死因の調査を頼んだ。ついに殺人だよ。これ大問題になるやつだよ。そうだよね。今までは殺者事件だったからさ、特に大きな問題にならなかったけど、
今回に関してはもう殺人だもんね。緊急推移パートに突入します。ほう。この事件を解決するには証拠品もレベルも全然足りていないようだ。マジか。検視の結果は出たのかね。今回も一撃死ですね。死因はショック死、電気属性の武器で殺害された模様。また犬の最先端技術操作かい。この右にある15って数字は、見ての通りこのハンターの最大 HP ですよ。今現在の HP は0なんだから、最大 HP がどうであろうと関係なさそうだね。いや、最大 HP が15、それだけで犯人は割り出せる。もう犯人分かったの。ああ、重要なのは一撃で殺されている点。そしてハンターの最大 HP が15ならば、犯行可能人物は1名に絞られる。おう、そうなんだ。誰なんだ。誰なのよ。昨日の事件と同じだ。ヘビ大型種だよ。またヘビに罪をなすりつけようとしてる。またなの。最大 HP15 からの一撃死、つまり今回必要な攻撃力も15だ。HP がさ、もともと10しかなかったとかそういうのは考えられないの。めっちゃ噛んじゃった。10しかなかったとかは考えられないのかな。あ、でもどうなんだ、寝てたから HP は最大になってるのか。攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけしかいないのだよ。意義ありって言っとこう。ヘビ大型種の攻撃力について指摘してね。ヘビ大型種の攻撃力は5だったはず。ヘビ大型種の攻撃力は6だったはず。ヘビ大型種の攻撃力は15だったはず。6じゃなかった。そうだよ、6だよ。ヘビ大型種の攻撃力は6だったはずだよ。勝手に15とか捏造しちゃダメだよ。ああ、よかった、合ってた。ヘビ、普通のヘビが4だよね。で、ヘビ大型種が6、人間が3、ハンターが4、警察犬が5、ミミズが3、ムカデが4、OK。加害者の攻撃力が全てではない。前回の事件で証明されただろう。加害者の攻撃力の他に重要なものは、凶器の攻撃力か。そうだね。今回も凶器で攻撃力を水増しして攻撃力15に届かせたわけだね。うん、オッケー。加害者の攻撃力が6の場合、15に届かせるのに必要な攻撃力は、プラス、攻撃力プラス9だね。そうだね。プラス9の凶器で殺害したってわけだね。640ポイント、結構高いね。ねえ、そのプラス9の凶器ってどれのことよ。そんなの知らんよ。はあ？犯人を特定したってことはプラス9の凶器を見つけたってことでしょ。今起こったばかりの事件だ。凶器なんて見つかっとらんよ。もうなんかもうむちゃくちゃだわ、このマリオに似てる刑事。私マリオのこと好きなんだからさ、やめてくんないかな。凶器を見つけてもないのに犯人を特定した？どういうことなんだい。凶器が見つからなくても犯人を特定できるのだよ。一体どういうことだよ。凶器には限界値があるんですよ。ほう。武器の最大攻撃力は9まで、プラス10以上は確認されていません。あー、なるほど。この世界線ではプラス10以上の攻撃力を持つ武器は存在していないってこと。あとは小学1年生の算数で答えはわかるな。凶器の最大値プラス9と旅館内の候補者の最大値プラス6、攻撃力15を叩き出せる組み合わせはこれだけしか存在しない。つまり犯人は基本攻撃力6のヘビ大型種ってわけだ。でもさ、その肝心のヘビ大型種がさ、この8号室でぐっすり寝てるんだけどさ。違くない？ちょっと異議しとくか、とりあえず。他に攻撃力15を出す方法を提示してね。攻撃力10以上の武器を犯人が持参、二刀流で攻撃力を水増しさせた。二刀流だと一撃じゃないもんね。プラス10以上の武器をもしかしたら持ってた可能性があるんじゃない。そうだよ、攻撃力プラス10以上の武器が存在して真犯人が隠した可能性もあるよ。
攻撃力プラス10以上の武器は製造を禁止されている法律をご存知かね。ああ、法律で禁止されてんだ。確か攻撃力プラス10以上は違法兵器と呼ばれ取り締まりの対象になるとか。つまり攻撃力プラス10以上の凶器などないってことだ。なんか刑事にねじ伏せられるのがすごいムカつくから異議しとこうなんかないかな突破口が。違法武器が存在する理由を提示してね。違法武器が存在する理由を提示。誰かが違法武器を持ち込んだ。この旅館に違法武器がある。違法武器は存在しない。でも違法武器があったら、あれ確かなんかさ、あれだよね、警察犬がさ、わかるみたいに言ってなかった？ってことは、違法武器は本当はないんだけど、どうにかしてその、何、プラス9とかの凶器をこう、何、磨いたりとかして、ギリギリプラス10にするとか、そういうのもできたりしない？ないかな。まあ、違法武器は存在しないんじゃないかと思うんだけど、でもそしたら、なんか大矛盾だよね。あ、だったら異議するな、クソヘビ。すいませんでした。普通に考えれば、殺人犯が違法武器を持ち込んだと考えるのが自然よね。ああ、そうか。そうだね。攻撃力プラス10以上が違法なら、殺人なんかそれ以上に違法だよ。その通りです。あ、ってことは、じゃああれか、私が勘違いしてただけか。警察犬ってそういうの探知できなかったっけ？違ったっけか。殺人なんてする凶悪犯が攻撃力プラス10未満の法律を守るはずがないよ。そう考えると攻撃力プラス10以上の武器が存在する可能性は否定できないよ。あることは簡単に証明できてもないことは確実に証明できない作戦か。無駄なあがきですね。最先端技術を用いればないことも証明できるんですよ。最先端技術ってあのやっぱ犬のことだよね。もし攻撃力プラス10以上の武器が存在するなら、うちの探知犬がこうして黙ってるはずがない。あ、やっぱそうだよね。なんかそういう機能がついてるみたいな。機能っていうのは変だけど、そういうのあるって言ってた気がしたんだけど、気のせいか違うかな。そういえば重度の危険物なら半径1キロ圏内の距離を探知できると言ってたね。そう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 、それそれそれ。つまり攻撃力プラス10以上の凶器はこの旅館に存在しないことが確定というわけだ。凶器の攻撃力に関して間違いないのなら、被害者の HP について追求するしかなさそうだね。最大 HP が15という観点から、殺害に必要な攻撃力も15という話だったけど、最大 HP15 のデータが間違い、殺害前の HP が15だったとは限らない。うん、こっちこっちこっちじゃない？よし。そうだよ。最大 HP が15の数値も、あくまで最大が15ってだけの話だよ。いや、なんかすごい。なんかいきなりの推理パートだけど、結構いい線いってんじゃないの？殺害前に HP が15より低ければ、攻撃力は15も必要なくなるよ。いや、殺害前も HP15 だったことは確定しているのだよ。やっぱ寝てたから。昨日の温泉で回復する件と原理は同じだ。 HP は寝ることで全回復するのは知っているな。睡眠後の事件だから HP は全回復していたってことだね。そういえば寝るだけで全回復する世界観での温泉の存在価値ってなんだ？確かにそうじゃんね。意味なくない？だって微量だよ。1しか回復しないのに。それ以上の指摘は営業妨害で訴えるわよ。すいませんでした。とにかく就寝後に殺害されたハンターの HP は満タンの15あったのは確実だ。寝てなかったかもしんないじゃん。意義ありって言っとこ。殺害前の HP が15でなかった根拠を説明してね。ハンターは寝てなかった。寝た直後にベッドから落ちてダメージを受けた。ハンターは寝てなかったんじゃない？違うかな？そうだよ。ハンターは寝れなかった可能性もあるよ。だってあれだよね。なんか、手錠してたよね。あの、前回の収録のやつを自分の分見返してたんですけど、なんか、ハンターは手錠で拘束するみたいに言ってたんで、
寝れなかったんじゃないかな。そうだね、逮捕されたショックで寝れなかったとか、 HP が回復していない可能性もあるよ。あ、逮捕されたショックか。なるほど。逮捕されたショックといっても蛇殺し程度の軽い罪だ。それも蛇を殺し慣れてるハンターが寝れないほどショックになることはまずないだろう。うん、それはそうだ。それに深夜の廊下の見回りもしたけど、ハンターのお客さんはぐっすり寝てたわよ。あー、そしたら HP15 か。廊下から寝てるかどうかなんて確認できないだろう。なんでか忘れたけど、ハンターが寝てるのは確認したのよ。記憶が曖昧なら証言としては認められんな。ハンターが寝ているかどうか廊下から確認できた方法は、7号室の壁の穴は8号室からしかわからない。7号室の扉が鉄格子だったから確認できたってことじゃない。720、よし。扉？そう、扉だよ。ハンターの部屋の扉は鉄格子だったから、外からでも寝てる様子が確認できたのだろう。つまりハンターがぐっすり寝ていたことから、 HP は全開の15だったことは確実。反論できない。そして HP15 からの一撃死には攻撃力15以上が必要な点、そして狂気の最大値がプラス9である以上、攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけだ。悔しい。意義なしだけど意義ありって言っとこうかな。これでゲームオーバーにはならんだろう。肝心の凶器が見つかってない。証拠が不十分。なるほど。肝心の凶器が見つかってないじゃん。そうだよ、肝心の凶器がないよ。よし、攻撃力プラス10以前に攻撃力プラス9の凶器自体も見つかってないじゃないか。そうだよ、プラス9の凶器が現物で見つかってない以上、証拠不十分だよ。不起訴だよ。では凶器を探してみようではないか。犯行から時間は経っていない。逃げた者はいない以上、凶器はこの近くにあるはずだ。凶器を探しましょう。なるほど、どっかにあんのか。これ、わお、なんだこれ。超電磁ドリルを発見しました。装備すると攻撃力プラス9、電気属性。電気属性とかあんのか。関係あんのかな。ヘビ専用装備。うわー言い逃れできねーおっと、見つけてしまったようだな。え、なんかさ、刑事さんさ、そこにあるの分かってたみたいな口ぶりじゃないですか、これ。なんなんですか？はめようとしてませんか？超電磁ドリル、なんかすごいの出てきちゃったよ。攻撃力9、ビンゴじゃないか。電気属性の武器は被害者の死因ともピタリと当てはまる。あ、そうだっけ、感電子。そうか、感電子って言ってたね。そしてこのドリルは尻尾に装着するタイプのヘビ専用装備のようですね。攻撃力プラス9、電気属性、ヘビ専用装備。もはやトリプルヤクマンの領域ではないか。なんかうまくいきすぎてるし、だったらなんでヘビ大型種は隣の部屋でずっと寝てるのかって感じがするんだけれど、その肝心のヘビ大型種が今ここにいないじゃないかっていう意味で意義ありにしてみる。この凶器について弁護してね。これはハンターの私物、これは真犯人が用意したもの。あー、ハンターの私物ではないだろう。ハンターじゃなくて真犯人が用意したんじゃない？お、やった。経験値もらえるってことは合ってるってことだよね、多分ね。そうだよ、仕組まれてる気がするよ。このタイミングで攻撃力プラス9の武器なんてご都合主義にも程があるよ。うん、そう思う。私もご都合主義ではないのだよ。法定速度より遅く走りたがる車なんぞいないだろう。それと同じことだ。あ、どういうこと？法定攻撃力がプラス9までならプラス9の武器が数多く流通するのは当然のことではないか。凶器があったところで鉄格子には鍵がかかってたんだよね。そうだよ、密室殺人だったんだよ。密室ね。壁の穴があるんですよね。いや、でもさ、この太ってるお蛇大型種はさ、この壁の穴は通れないんじゃないの？
穴だらけの指摘だな。壁の穴だけにってことか。7号室と8号室の壁には穴が開いている。これも前回の事件で証明されたはずだな。その壁越しにドリルでぶち抜けば部屋に入らずして殺害は可能。ああ、ドリルだけが貫いたってことか。でもそしたらさ、殺されてる場所が変じゃない？壁の穴付近にだったらこう倒れてるはずじゃない？鉄格子を開ける必要もないわけだ。確かに。さらにその壁には電線も通っていたようだ。そんな壁に電磁ドリルを突っ込めばどうなるかわかるだろう。あーなるほど、停電か。壁内の電線がショートしたことで停電が起こったというわけだね。そう、停電は7号室と8号室との壁越しに殺人が起こっていた証明にもなる。あー、つまり犯人は8号室のヘビ大型種で決まりなのだよ。だったらそこで倒れてるのは不自然です。凶器の発見場所は8号室ではない。凶器に指紋がない。まあ指紋がないのはヘビだから、だから8号室ではない。うん、それも昨日の事件と同じだよ。壁の穴から凶器を捨てればいいだけだからな。だけど殺害状況で何か違和感があるな。加害者の位置がおかしい、被害者の位置がおかしい。そう、これ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 よ。被害者の位置がどう考えてもおかしいんだって。被害者の位置がおかしいです。そうだね、被害者側の位置が気になるね。そうだよ、この殺害方法では被害者も壁際に行かないと成立しないよ。うん、わざわざドリルに貫かれに行くなんて完全に自殺行為じゃないか。どうやって被害者のハンターを壁際まで誘導したかが問題ね。殺害時のことを考えても見たまえ、停電だったのだよ。停電になったら真っ先に探すのは明かりだ。そこへ電気属性の武器が放たれた状態ならばどうなるか。暗闇の中の一筋の光、被害者が明かりに向かうのはごく自然なことだ。あ？いや、だってさ、電磁ドリルを突っ込んだから停電になったわけでしょ？だから停電になってから電磁ドリルがピカってなるはずがなくない？って思うんだけど、違う？停電中に光を探してその光に貫かれたってわけか。それが狙いでわざと停電された可能性も、それが狙いでわざと停電させた可能性もあるわね。あ、突っ込んで別に攻撃とかせずにまず停電させてからやったっていうことを言いたいのか。そもそも中本人のヘビ大型種は何も否定しないのか。それ以前にどこにいるのよ。まさか逃げやがったか。停電に便乗して逃げた可能性もある。いや、隣で寝てますけど。壁の穴から見える。部屋でのんきに寝てるようですよ。なんだって。ガチャ。体が、体が動かない。あ、ヘビ大型種も感電してるってこと？いや、寝てるんじゃない、感電してるわ。このヘビ感電？はあ、それで感電はしていたが自分は無傷だと。都合のいい話だな。本当だよ、突然体が動かなくなったんだよ。犯人がよくやる手口だな。自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつ。ああ、本当に感電してたんだもの、信じてよね。でもここで感電、その壁で感電、なんていうか、ここの壁の穴のせいで停電が起こったんだったら、まあ超電磁ドリルをここに入れたことでこう、まあ、バチバチってなったわけで、その壁際で寝てたヘビ大型種は感電してもおかしくないとは思うけど。その言葉信じようではないか。信じてくれるんだね。ああ、君は確かに感電していた。
つまり犯人であることも確定したわけだ。なんで犯人なのさ。高威力の電磁兵器で殺害したのだから、その衝撃は被害者だけでは済むまい。てかさ、今更なんだけどさ、このなんか壁を貫いてるこのさ、一筋のなんか閃光みたいなめちゃめちゃかっこいいよね。必殺技を繰り出しているヘビ君。加害者側にも及ぶのは当然だ。つまり感電していたというのは、このヘビが電磁ドリルを使用していたという証拠にもなるのだよ。だけどそのドリル、いくらヘビ専用装備とは言ってもヘビには重すぎるよ。こんな重たいドリルを尻尾に装着していたら動きづらいだけだよ。その通りだ、ヘビには重たいドリルだ。じゃあヘビには無理ってことじゃないか。ああ無理だろ、普通のヘビにはな。ああ大型だからできるってことを言いたいんですか。つまりドリルを使用した犯人像は大型のヘビに絞られるわけだ。ヤブヘビは学習しない生き物だな。もう大型のヘビに確定のようだな。なんかここまで議論を引っ張られると私ずっと異議したくなるんですけど、異議あり。昨日の件で容疑は晴れている。殺す動機がない、アリバイがある、セーブがしたいです。いやまあセーブはしたいけど、殺す動機がないんじゃないの。アリバイはないもんね。容疑はまあ晴れてるけどさ、また新たな事件だから関係ないし、殺す動機がないんじゃないですか。そうだよ、殺す動機がないよ。動機ならあるではないか。先日の事件でヘビがそのハンターに殺されている。同種族のヘビとして復讐するのは当然。おまけにこの容疑者は濡れ衣まで着せられていた。殺す動機としては十分すぎる話でしょう。そうかな。復讐といってもすでにハンターは捕まっているんだから、今さら復讐する必要はないよ。そうだよね。あのハンターは捕まったとはいえ、ヘビを殺した程度の軽い罪だから、個人的に制裁を加えに行ったのだろうよ。もう決まったようだな。これだけ証拠が揃っていたらかばいきれないね。私の推理に間違いでもあるのかね。完璧な推理だったよ。まるで最初から計算されてたかのような完璧な推理だったよ。客がぶち切れてる。何とでも言うのだな。殺人事件だったからつい本気を出してしまったまでだよ。はめられてる気がするんだけどな。探偵といっても所詮はヘビ。この無敗の刑事の前では手も足も出なかったようだな。おっと、ヘビだからもともと手も足もないわな。何が無敗よ。前回はそのヘビ相手に推理でボロ負けしてたくせに。前回も負けたわけではない。犯人探しをわざと放棄していたのだよ。放棄？犯人探しを放棄する刑事がどこにいるのよ。考えても見たまえ。そこのヘビが探偵を気取って犯人を特定してしまったばかりに、このような復讐劇を招いてしまったのだ。ああ、私たちのせいだって言いたいんですか。ああ、我々はこの復讐の連鎖を断ち切るためにもわざと犯人を特定しなかったのだよ。それで誤認逮捕するところだったじゃないか。ああ、誤認逮捕でもいいではないか。え、自分にとっては良くても、誤認逮捕される本人にはたまったもんじゃないよ。そうだよ。いや、君にとっても誤認逮捕されていた方が幸せだったはずさ。昨日誤認逮捕されていれば、殺蛇罪から殺人罪に昇格することもなかったのだからな。そうか、殺蛇罪じゃなくて殺蛇罪なんだ。誰も損しない誤認逮捕ではないか。おお丸められ、言いくるめられてるよ。もう言いくるめ使われてるよ。再びヘビが捕まってしまいそうです。最後にワンチャン食らいつきますか。謎が解けた。謎が解けた。まずは犯人像から聞こうか。人間です。今ずっと喋り続けてたら超むせちゃった。すいませんです。
人間が犯人だとしたらドリルが装備できないのだよ。だったら何が凶器というのだね。まあ凶器は超電磁ドリルなんでしょ。でも超電磁ドリルをつけたさ、ヘビをさ、違うか、さすがに無理があるかもしれない。まあいいや、とりあえず言っとこう。凶器のドリルは人間にしか装備できないと言っただろう。あ、人間にはだった、間違った。凶器のドリルは人間には装備できないと言っただろう。尻尾がないからな。まあ尻尾に装着したんでしょうね、ヘビがね。え、なになになにすげえ今私適当こいてたけど、なんか900ポイントの経験値もらえた。どういうこと？尻尾に装着？人間のどこにドリルを装着できる尻尾があるというのだ。尾蹄骨には無理だわな、まあ、蛇の尻尾につけたんでしょう。うん、めっちゃ異議される。自分で犯人像は人間だと証言したはずだ。なぜ蛇の尻尾が出てくる？ドリルを装着したのは蛇。あー、うん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 。え、待って、私がなんか今さっき言いかけたこともしかして合ってたりする？待って、やっぱり人間が装着ではないはず。そう、ドリルを装着したヘビを装着する人間ってありなのかなって思ったんだけど、さすがに無理があるかなと思ってさっきちょっと言うのをやめたんだけど、もしかしてある？いや、これ経験値もらえてるからもしかしてあるんじゃないの？凶器を装備したのがヘビなら結局ヘビの犯行ではないか。やっぱりヘビの犯行。そのヘビを人間が装備。てーん。え、すごい。こんななんかうまいこといくもんなの？え、でも待って、でも経験値とかも何もかも足りないみたいに言ってなかったっけ？大丈夫かな？そうか、やっとわかったよ。おーおーおー。すごい。ちゃんとドット絵が用意されてる。